こんにちは、ちちちです。それでは今回は本日配信されましたイベントクエスト、より強化されたどう猛なタマミツネ挑戦していきたいなと思います。どう猛な四天王シリーズ最後のモンスターになるということなので、非常に強力だということが予想されます。頑張ってやっていきたいと思います。ということで今回挑戦するイベントクエストはこちらです。釣り場の平和を守ってにゃ。それでは早速クエストの内容を確認してみましょう。メインターゲットが獰猛なタマミツネ1頭の狩猟、目的地は渓流の昼。サブターゲットはタマミツネの背びれの破壊と尻尾の切断となっております。釣り好きのアイル、まったくひどい目にあったにゃ。僕のお気に入りの釣り場にタマミツネが現れたにゃ。一緒にいたアイルが言うには獰猛な個体らしいにゃ。獰猛だか風貌だか知らないが退治をお願いにゃ。ということなんで早速退治をしに行こうかなと思います。今回食べる猫飯は猫の暴れ討ちです。行くぞー。釣り場の平和を守ってにゃ。あー、久しぶりの渓流と言いますか、私事ではあるんですが、1週間ぶりのモンスターハンターです。と言いますのも、背中を肉離れしてまして、アクションゲームが全くできない状態だったんですよね。背中の肉離れってかなり珍しいみたいなんですけど、初日はね、立てませんでした。立つことができなくて、日常生活も大変だったんですけど、今はもうゲームができるぐらいに治ってます。ということで、タマミツネ。よっ。今回は背びれの破壊と尻尾の切断ということで、尻尾の切断は片手さんにお任せして、私は背びれの破壊と、あとはまあ体力を削ったり、束縛したりとかしたいなと思います。タマミツネのタマ属性の肉質に関しましては、頭と背びれが45、そして首と尻尾が40、胴が20で前足が10となっております。なので弱点突破が通るのは背びれと頭になるので、今回の背びれの破壊に関しては結構やりやすいモンスターかなと思います。ということで、背びれ罠かなり遠くやってたな。これもしかしたら最後まで入られないかもしれない。おい、せめてマーヒーを。お、いい位置に来たけど、だいたい入んないやつなんだよな、これ。よいしょ。よっ。どんどん背中に当てていきます。もうちょっとだね、マヒー。しびれはもうちょっと、今もうちょっとだった。はい、これで押し入った、ナイス。ほい、ついでにマヒーも取っていきたいんだが、お、あれ、マヒー入んない。すいません、私見逃したんですけど、こう動画で見ていただいてる方、どっかで麻痺入ってたのかな。何かと重なってしまったんですかね。私ちょっと確認できなかったんですけど、申し訳ない。麻痺が入りませんでしたか、何かと重なってしまいました。そして間違えた落とし穴を置いちゃった。もうボロボロですね。落とし穴を置いてしまうと、尻尾も落とし穴の中に入っちゃうんで、法則の意味がないんですよね。しかし、ナイスカット。よ
よかったよかった。よっ。ちょっとリハビリをね、モンスターハンターのリハビリをしていかないといけないですね。ちなみに今、モンスターハンターダブルクロス任天堂スイッチバージョンのダウンロードバージョン。これがなんと 30% オフで、購入できるそうです。なんかセール中みたいで、痛い。やねん、ちょっと、欲しかったけど迷ってた人とかだったら、このタイミングに、検討してもいいんじゃないかなと思います。ただまあ12月の10日の早朝でしたっけ？12月の10日の早朝にモンスターハンターワールドのベータテスト版3日間だけ来ますからね。それも非常に楽しみ。ちょっと待って、先行のターン投げるタイミングがひどいぞ。よいしょ、オッケー。体力多いですね。普通の玉みつね、どうも玉みつねだったらもう多分倒せてるような感じになってると思うんですけど、やっぱりイベントクエストの強化版のどうも玉みつねということで、非常に強力な個体になってるみたいです。ほら、まだ引きずらない。いや強いわ。瓶の調合分も持ってき忘れてる。さあ、モンスターハンターワールドが出るまでにはダブルクロスやりきりたいですね。ほいよっ。まだ勲章も集めきってないし、村クエストも終わってないので、高難度クエストいくつか残ってるので、それも頑張ってやっていきたいな。ほい、よっと。よいしょ。みんなは何してるんだろう、モンハンダブルクロスで今。よっ。結構私みたいに金冠集め終わっても、よっと、勲章は埋まってますみたいな方も結構いらっしゃるとは思うんですけど、いや多くないかな、まだ集まってない人の方が多いのかな。 Nintendo Switch バージョンから始めましたっていう人も結構いらっしゃいますもんね。よっ。まだまだダブルクロスやりたいことを残ってるんだよな。それなのに1週間も休んじゃって、ちょっとモンスターハンター強化月間入らなきゃいけないですね。よっ。もうそろそろだと思うんですけど。よっ。お疲れ様です。6分40秒。いや強かった、強かったです。やはり満を持して出したイベントクエストなだけあって、体力も非常に高いですし、攻撃力もね、一撃死ってほどじゃなかったですけど、非常に高かったです。攻撃によっては多分一撃死になるんじゃないかなと思います。ちょっと尻尾、尻尾取るの忘れた。尻尾尻尾。いやー、ほんとリハビリしなきゃなー。今回かなり動きが、久しぶりとはいえ、あまり良くなかったので、今後はね、練習を重ねて、元に戻していこうかなと思います。お疲れ様です。報酬いいの出たらいいんだけどなー。とりあえず、剥ぎ取りで天輪1個出ましたよね。お、お、天輪来た。あ、いいですね。やっぱり、レアなアイテムが出やすい、そういうクエストになってるみたいです。
キレも出たな。サブがエキスか。はい、ということで装備のご紹介させていただきたいなと思います。私の装備に関してはいつもの弓です。いつものね、聖なる弓 G で、ちょっとアシストしながら火力も稼ごうと、そういったようなコンセプトの弓になっております。そして皆さん、これユプカムですね。一部に大流行り中の非常に使うのが難しいユプカムです。これまた近いうちに動画でね、詳しく使い方ご紹介させていただきたいと思います。そしてこちらが片手剣ですね。非常に使いやすい構成になってるんじゃないかなと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネル登録がお済みの方は高評価ボタンのポチをお願いします。またねー。